アルフレッド・ステファノ・ディ・ステファノ・ラウテは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の元サッカー選手。レアル・マドリードの初代名誉会長。愛称は、LA サイタ・ルビア。1950年代後半に UEFA、チャンピオンズカップ5連覇を達成した、レアル・マドリードを金時代のエースとして活躍し、それまで2度しか、リーグ優勝の経験がなかったレアル・マドリードを20世紀、 最優秀クラブに選ばれるほどのビッグクラブへと変えた選手である。また3カ国の代表経験があり、生涯では1126試合、893得点という記録を打ち立てた。一方で、FIFA ワールドカップでのプレー経験はなく、ジョージ・ベストラと共にワールドカップに出場していないスター選手の代表格として知られる。バロンドールを2度受賞したほか 1989年に歴代最優秀選手としてスーパーバロンドールに選出された。1998年には名優フェレンツプスカシュラと共にフィファから偉大なサッカー選手10人に選ばれ、さらにディステファノはそのトップに輝いた。ワールドサッカー史選出の20世紀の偉大なサッカー選手100人やペレが選ぶ偉大なサッカー選手100人にも選出され、 2003年には、スペイン人として、UEFA ジュビリーア y a w a を受賞した。また、2008年から始まった、UEFA 会長賞の初代受賞者でもある。現役引退後は、アルゼンチンやスペインなどのクラブで監督を歴任し、2000年から2014年に、亡くなるまでレアルマドリードの名誉会長を務めた。1926年7月4日、 イタリア系移民の子供3兄弟の長男として、ブエノスアイレス、バラカスで生まれる。イタリア系アルゼンチン人であるが、ベアルン出身のフランス人の祖父を持つ。幼少時代、アルフレッドと弟トゥリオは、サッカーをしていたが、もう一人の弟ノルマはバスケットボールをしていた。また、10代の頃に、実家の自己作能の手伝いをしており、サッカーをする上で武器となるスタミナを鍛えられた。 当時、本人は、プロスポーツ選手ではなく飛行士を目指していた。12歳の時に、ラスカルダレスというクラブに加入。そこでの活躍により、CA リーベルプレートに目をつけられる。15歳の頃、ラマキナと呼ばれ、当時世界トップクラスの強さを誇っていた、リーベルプレートのユースチームに入り、1943年に、トップチームとプロ契約を結んだ。 18歳の時に4部リーグでプレーし始め、3部、1部と昇格し、1945年に CAA ウラカン戦でトップチームデビューした。しかしトップチームではアンヘルラブルなら前線に優秀な選手が揃っていたことから、1946年にウラカンへレンタル移籍した。ウラカンでは25試合に出場して10ゴールを記録し、リーベルプレートと ウラカントの試合では、試合開始15秒で得点を挙げた。これらの活躍により、その翌年にリーベルプレートへ復帰した。リーベルプレート時代のディステファノ・ディステファノは、アドルフォ・ペデルネラを遺跡へと追いやり、そのシーズン27得点を挙げ得点王となる。そのうちの1点は、ペデルネラが遺跡した CA アトランタ相手に、 アウェイで決めたものであり、その敗戦でアトランタは降格が決定。試合後に相手サポーターからの襲撃を受けて病院に運ばれた。1947年の南米選手権においてボリビア戦でアルゼンチン代表デビューを果たすと62分に初得点を記録。同大会ではコロンビア戦でのハットトリックを含む6得点を奪って優勝に貢献し、 最優秀選手にも選ばれた。リーベルプレートでは二度リーグ優勝を果たした。1949年のシーズン途中、給料問題や労働条件をめぐるゼネラルストライキにより、リーベルプレートを退団。1948年に創立したばかりであり、当時まだフィファに加盟していなかったコロンビアリーグのミジョナリオス FC へ移籍した。当時のミジョナリオスは、 地元の財界人の出資によって、経済力が非常に強く、リーベルプレートで共にプレーしたペデルネララ、有力選手を多く抱えており、バレエやスールの異名を持っていた。シーズン途中からの参加であったが、移籍後初シーズンに15試合で16得点を挙げ、クラブのリーグ初優勝に貢献。ミジョナリオスでは4シーズンで292試合に出場、267ゴール記録。 1951年、1952年には、特典王になり、サンドリーグを制覇したほか、コパコロンビアなどのタイトルを獲得した。この活躍により、コロンビアサッカー連盟からのコロンビア代表への強い、要請を受け、コロンビア国籍を取得し、コロンビア代表として4試合に出場したが、フィファから正式に認められることはなかった。1952年に、ミジョナリオスは、 親善試合のためにスペイン遠征をした。すでにミジョナリオスのスポークスマンも務めていたディステファノは試合前にミジョナリオスの会長レアルマドリードの会長サンティアゴ・ベルナベウとともにラジオに出演。ベルナベウはこの時の感想をあの男は名選手の匂いがすると地元記者に語った。ミジョナリオスの他にノルウェーのクラブであるノル・シェーピングも親善試合に招かれ、 地元、マドリードを本拠地とするレアルマドリードを含めた3つのクラブで3社間トーナメントが行われた。ノル・シェーピングとの試合は2から2の引き分けに終わったが、ミジョナリオスの2得点は共にディステファノによるものであった。レアルマドリードとの試合では4から2で勝利し、ここでもまた2得点を決めた。この活躍によってベルナベウはディステファノの獲得を目指した。しかし、 当時 FC バルセロナのチーフスカウトをしていたジョゼップ、サミティエールも、レアルマドリード時代のコネクションでその試合の観戦チケットを入手しており、バルセロナも同選手の獲得に興味を示した。この2クラブの激しい争奪戦の末、1953年にレアルマドリードへと移籍した。最初に移籍話を持ちかけたのはバルセロナであり、1954年まで、 ディステファノの保有権を持っていたリーベルプレートに400万ペセタを支払った。その後、レアルマドリードは同じようにミジョナリオースに150万ペセタを支払った。この件に関してフィファは先に交渉を行ったバルセロナの取引を認めた。しかし、その直後にスペインサッカー連盟は外国人選手の移籍に関する規約を改正しバルセロナへの移籍を阻止。 当時のバルセロナの会長であるエンリック・マルティカレとは、マドリードへ赴いてベルナベウと話し合いの場を持ち、ユベントス FC への移籍という条件とともに、ディステファノを手放すことを容認した。その対談後にスペインサッカー連盟は、レアル・マドリードとバルセロナで交互に一年ずつプレーさせる共同保有の取引を持ちかけた。この取引を承諾した彼とは、 カタルーニャ州のメディアから大きなバッシングを受けて辞任。バルセロナの選手として出場した2つの親善試合であまり活躍できなかったこともありバルセロナはこの取引に応じずレアルマドリードから550万ペセタを受け取ることによって選手の全保有権を譲渡した。レアルマドリードでの11シーズンで通算307得点。 UEFA チャンピオンズカップ通算49得点、リーグ優勝8回、コパデルレイ優勝1回、インターコンチネンタルカップ優勝1回、5度のリーグ得点王、1957年、1959年と2度のバロンドール受賞などの輝かしい成績を残した。マ、ま、タディステファノを擁した、このチームは、1955から56から1959から、 60シーズンまでチャンピオンズカップ5連覇という偉大な記録を打ち立てた。9月23日にマドリードに到着したディステファノは、その数時間後に FC ナムシーとの親善試合で、レアルマドリードデビューした。試合結果は2対4で敗れたが、ディステファノはその試合で、ヘディングから得点を挙げた。1953から54シーズンの3試合目と、 ナルラ新サンタンデール戦で公式戦デビューを飾ると、公式戦初ゴールも記録。初のエルクラシコでは2得点を挙げた。リーグ優勝を決めたバレンシア戦では、ハットトリックを記録し、ピチーチ賞を受賞した。1958年のディステファの1955年9月8日に、セルベット FC 戦で UEFA チャンピオンズカップデビュー。AC ミランとの準決勝では、 数日前まで喉疾患を患っていたにもかかわらずプレーし、そのパフォーマンスにサンシーロのミランサポーターから拍手を受けた。スタトランスとの決勝戦では開始直後に2得点を奪われるも反撃の口火を切る1点目を挙げて逆転勝利に導いた。1956から57シーズン、ディステファノはリーグで30試合31得点と1試合1得点以上の 得点率を記録してリーグ優勝に貢献。チャンピオンズカップ決勝のアッコフ・フィオレンティーナ戦でも後半70分に PK で先制点を挙げた。1959から60シーズンのチャンピオンズカップ決勝アイントラハとフランクフルト戦では先制点こそ奪われたもののディステファの3得点、フェレンツ・プスカシュ4得点と2人で7点を奪い5度目の 優勝を飾った。5連覇を果たしたチャンピオンズカップの決勝すべてで得点を挙げており、5試合で7得点を記録している。また、第4回大会決勝以外の4試合で、レアルマドリードにおける1点目を奪っている。準決勝で、アイントラハとフランクフルトはレンジャーズを破ったのだが、その時彼らの体感はほぼ間違いないと、私は思ったものだったよ。しかし、 当時のレアルマドリーは特別なチームだった。まだ若かった私は偉大なレアルマドリーとディステファノに大いに感化されたね。ディステファノはピッチ上で常に顔を上げていた。本当に素晴らしい選手だったよ。アレックス・ファーガソン・レアルマドリード時代のディステファノ1960年から始まったインターコンチネンタルカップにおいてコパリベルタドーレス優勝者の CA ペニャロールと対戦。 アウェーであるモンテビデオでは、スコアレスドローとなったが、マドリードでの2戦目では、前半10分までに、ディステファノの得点を含む3得点を記録し、結果5から1で、ペニャロールを下し初代王者となる。また、プレーのみでなく、チーム作りにも影響を与えた。フランシスコヘントが、レアルマドリードに移籍してきた当初は、他のクラブに、レンタル移籍させる予定だったが、 ディステファノの希望によってクラブはヘントをチームに留まらせた。また、普段の練習では、好調なプレーを見せるものの実際の試合ではあまり活躍することができなかったヘントを活かすため、ベルナベルに対してヘントがもっとプレーに関われるように、彼にパスを出せる、左サイド MF を入れてほしいと補強を要請し、アルゼンチン時代の友人であるエクトルリアルを推薦した。 一方で1959年にチームメイトとなったジジは1958年の FIFA ワールドカップで最優秀選手に選ばれたほどの実力者だったにもかかわらず彼とうまくいかなかったことでたった1年でチームを去っている。1956年にはスペイン国籍を取得し1957年1月30日のオランダ戦でスペイン代表デビューも果たしている。 スペイン代表では4年間しかプレーしていないにも、かかわらず、エミリオ・ブトラゲーニョが更新するまで、代表最多得点を保持していた。1960年に開催された第1回の欧州選手権では、第1回戦はディステファノの3得点を含む2試合合計7から2で、ポーランド代表を圧倒したが、当時フランシスコ・フランコが総統として君臨していた、スペインは、スペイン内戦時代に、 第2共和制を支援して、フランコら反乱軍と敵対していたソビエト連邦との試合を許さず、第2回戦でソ連代表に不戦敗した。1962年、スペイン代表として FIFA ワールドカップに招集されたものの、怪我によって出場することができず、最後までワールドカップには縁がなかった。1962年、再び、 チャンピオンズカップ決勝まで駒を進め、前年優勝した SL ベンフィカと対戦した。その試合は後からサンデル・アルマドリードが敗北を起死し、ティステファノは無得点に終わるも、試合後にエウゼビオから史上最も完成された選手と称賛された。同大会では7得点を挙げ、チームメイトのプスカシュラと共に得点王に輝いた。イングランドサッカー協会100周年記念試合に、 出場したディステファノ1963年8月、プレシーズンにスモールワールドカップ参加のためからカスにいたディステファノは、反政府ゲリラフォールによって誘拐される。この事件は、ヨーロッパのほぼすべての主要紙で報じられ、ベネズエラ政府が、戦車部隊を出動させるほどの騒ぎとなった。事件から3日後に、スペイン大使館前で解放された後、 トーナメント最終戦のサンパウロ FC 戦で短時間のみプレイした。誘拐された時のことについて、ディステファノは最初から最後まで不安は消えなかったが、その一方で彼らとはよく喋ったし、一緒にドミノをした。私はその中でベストプレイヤーだったよと回想している。また、同年イングランドサッカー協会の設立100周年、記念試合においては、 フィファ戦抜チームのキャプテンに指名された。1964年にサンティアゴベルナベウからテクニカルスタッフのオファーを受けるも自身はまだ現役を続けるつもりであったためそのオファーは決裂し UEFA チャンピオンズカップ決勝のインテル戦を最後にディステファノはレアルマドリードを去ることとなった。そして現役時代はライバルであるバルセロナに所属し スペイン代表で共にプレーしたこともあるラディスラをクバラに誘われ、クバラが監督をしていたエスパニョールに移籍。エスパニョールでのデビュー戦の相手は全所属のレアル・マドリードであり、その試合はエスパニョールが敗北した。1966年40歳で現役を引退する。1967年6月7日に、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウにチャンピオンズカップ覇者の セルティック FC を招き、アルフレッド・ディステファのトロフィーと呼ばれる引退試合が行われた。ディーベルプレートの監督を務めるディステファの引退した翌年の1967年には、エルチェ CF の監督に就任。さらにその翌年には、現役時代に所属したディーベルプレートと激しいライバル関係を築いていた、ボカジュニアーズの監督となり、プリメーラ・ディビシオン優勝に導いた。 その後も、スペインやポルトガル等のクラブで監督を務め、1979年にバレンシアの監督に就任。アーセナルとの決勝では、PK 戦を制し、クラブ初の UEFA カップウィナーズカップを獲得した。1981年には、フルスリーベルプレートを率い、ここでもプリメーラを制覇した。1982年に、フルスレアルマドリードの監督に就任。 ここではタイトルにこそ恵まれなかったものの、若手のカンテラ選手を積極的に起用して、後のキンタデルブイトレの礎を築いた。この時のことについて、ディステファノは、卵が帰る時にそばにいられた自分は、幸運だっただけだとだけ語った。また、1990年に、再びレアルマドリードを率いた時には、同クラブでの監督として、唯一のタイトルである。 スーペルコパでエスパーニャを手にした。スーパーバロンドールのトロフィー1989年、フランスフットボールより、ヨハン・クライフ、ミシェル・プラティニと共にスーパーバロンドールの候補に選ばれ、12月24日に同賞を受賞した。2000年11月5日に開かれたクラブ総会で、レアル・マドリードの名誉会長に就く。同年12月、レアル・マドリードが、 フィファから20世紀最高のクラブに選出された時にも、フロレンティーノ・ペレスと共に、ゼップ・ブラッター会長から賞を受け取った。ペレスは、ディステファノが現役であった、当時のレアル・マドリードをモデルとして、ルイス・フィーゴや、ジネディーヌ・ジダン、ロナウドラを獲得し銀河系軍団と呼ばれるチームを作ったが、2004から05シーズンにスポーツディレクターを務めた、アリゴ・サッキは、ディステファノが、 ひどい試合だと言い常にスタジアムを早めに去っていたと明かしている。2005年8月25日、レアルマドリードが初めて公認したドキュメンタリー映画であるリアル・ラ・ペリクラの試写会に参加。そこでかつて自身を誘拐した実行犯の中心人物であるパウル・デルリオと再会した。2005年12月に心筋拘束でバレンシアの病院に緊急入院した。 その後バイパス手術を受け、無事退院した。しかし、2005年からは、心臓ペースメーカーを着用するようになった。2006年5月に、マドリード・バルデベーバスのレアル・マドリード・カスティージャ、専用スタジアム、エスタディオン・アルフレッドディ・ステファノが完成した。2008年2月17日、UEFA から、UEFA 会長賞に選ばれ、UEFA 会長のプラティニから、 偉人の中の偉人と称えられトロフィーを授与された。同時に、レアルマドリードからも表彰され、レアルマドリードの練習場、シューガードレアルマドリードには1958年4月の、ブダペスト・バシャシュ SC 戦でのゴールを捉えた、自身の像が建てられた。また、2007から08シーズンにより、自身の名を冠したマルカシによるリーガ・エスパニョーラ、最優秀選手賞。 トロフェオアルフレッド・ディステファノが始まった。第1回は、ディステファノが現役時代に所属したレアル・マドリードでキャプテンを務めていたラウル・ゴンサレスが受賞した。2014年7月5日、サンティアゴ・ベルナベウ付近のレストランを出た直後に心臓発作を起こし、病院へ緊急搬送された。一時は容態安定も伝えられていたが、2日後の7月7日に死去した。 88歳没。ディステファノの没後、7月9日に行われた2014、FIFA ワールドカップブラジル大会準決勝の、アルゼンチン対オランダ戦のキックオフに先立ち、両軍選手及び観客により黙祷が捧げられた。7月16日には、リーベルプレートとミジョナリオスが、ミジョナリオスのホームスタジアムである、エスタディオネメシオカマーチョでディステファノ追悼の、親善試合を行った。 サッカー界最初のトータルフットボーラー、万能型選手のパイオニアと評されるディステファノのプレーの特徴は、プレイエリアの広さにある。ポジションは FW であったが、中盤に下がってのゲームメイクや、守備能力にも長けた万能なプレイヤーであり、試合中はそのスタミナを活かして様々なポジションに顔を出した。レアル・マドリード時代の同僚である、ミゲル・ムニョスはその能力を、 ディステファノが一人いれば、あらゆるポジションが二人いるのと同じことだと語り、元フランス代表選手、代表監督であり、レキップや、フランスフットボールのジャーナリストであった、ガブリエルアノは、最高に完成されたプレイヤー。神の説理のように彼の中心は至るところにあり、彼の周辺は、どこにもないと評した。また、ホセマリア・サラが曰く、GK としての腕も悪くなかったという。 ストライカーとしても左右両足、頭でボールを自在に操り、スピード、嗅覚、戦術眼、テクニックなど、サッカー選手に必要な能力を全て高いレベルで合わせ持つ。所属した3つのナショナルリーグやチャンピオンズカップで、得点王になるなど高い決定力を誇ったが、レアルマドリードにおいて、フェレンツプスカシュの加入後は、攻撃に参加することが減り、 キャリア後半は、プスカシュにクラブ得点王を譲ることとなった。得点だけでなく、チャンスボールを供給することもでき、ペレは、ディステファノについて、両足が使えて、空中戦にもたけ、全く穴のない選手と評している。食事をするディステファノ有名な愛称として、選手時代のブロンドの矢が知られるが、特にレアルマドリードの選手や関係者からは異形の念を込めて、 ドン・アルフレッドと呼ばれることがある。ディステファノは気難しい性格で知られ、サッカー選手として多くの賞賛を浴びた一方で、チームメイトから愛される選手と評されることはなかった。前述の時事の苦談のほか、長年プレーしたレアル・マドリードとの決別の際も、ディステファノの尊大な態度が一部の人々の反感を買っていたことも要因の一つとされる。フランシスコ・ヘントは、 ディステファノの関心は二つのみ、試合に勝つことと儲かる契約をすることだと語っている。喫煙者ではあったが酒や散財に興味を示さず、2000年にエルパイスに掲載されたインタビューでは、自分はタバコは吸うが、他は何もやらない。サッカー選手は体に気をつけなければいけないと語った。また、レアルマドリード監督時代には、 バイクで練習に通っていたエミリオ・ブトラゲーニョに対して体を気遣い他の手段で通うべきだと悟しその後友人に会うためにバイクに乗っているブトラゲーニョを見かけたディステファノが罵声を浴びせたというエピソードもある監督時代にマノーロ・サンチスやブトラゲーニョ・ラ・カスティージャ CF 所属選手を次々とトップチームデビューさせたディステファノはレアル・マドリードがマルセロやフェルナンドが後、 コンサロイグアインラ若手選手を外部から補強した際に自分たちはメスドリを持っている。しかし卵を外へ買いに行くとクラブにおけるカンテラ形種を嘆いた。しかしその後、ジョゼ・モーリーニョ監督時代には良いカンテラーノは成功を勝ち取るものであり、それが出ないのは運が悪いということだとも語っている。FIFA ワールドカップに出ていないことなどから知名度はあまり高くはないが、 史上最高のサッカー選手の一人と言われる選手である。2008年に行われたレアルマドリード史上最高の選手を選ぶ公式サイト上でのインターネット投票ではジネディーヌ・ジダンやラウル・ゴンサレスら21世紀にプレーした選手が上位に名を連ねる中でジダンを僅差で抑えて同クラブ史上最高の選手に選ばれた。フィファの会長であるゼップ・ブラッターは同選手を 過去50年間では、間違いなく、最高の選手と述べている。また、ボビー・チャールトンは彼を、最も頭の良い選手と評し、当時ライバルである FC バルセロナ、UEFA チャンピオンズカップ1963から64、決勝にてインテルを率いていたエレニオ・エレーラは、ペレを、オーケストラの第一バイオリン奏者と例えたのに対し、ディステファノを、オーケストラそのものだと語った。 1997年に大の番組に出演したディエゴ・マラドーナは私がペレより良い選手であったかどうかはわからない。しかしディステファノがペレより良かったことは疑いようがないと語り、また2019年にもアスシに最高だったのはディステファノだと思う。彼は誰よりも優れていた私よりもだと史上最高の選手に名前を挙げた。ペレもまた 史上最高はペレカ、マラドーナだと皆さんは言うが、私にとって最高の選手はアルフレッド・ディステファノだと述べ、唯一無二の王様と称賛した。ヨハン・クライフは好きな選手としてディステファノの名前を挙げている。ボビー・チャールトーンはピッチの真っただ中に独自の司令部を設けているかのようだったよ。繊細なプレーと力強さの両方を持ち合わせていたと評した。その他、 エウゼビオやルイス・スアレス、サンドロ・マッツォーラ、ジョン・チャールズ、フランツ・ベッケンバウアーら現役時代のディステファノを知る、多くのサッカー選手から最も完成度の高い選手との評価を受けている。アルゼンチン代表とスペイン代表でプレーしたディステファノ。ディステファノのチャンピオンズプロムナード、ただし、1945年の優勝時はほとんど出場機会はなかった。アルゼンチンは、 選手の欧州流出を防ぐため、1950年、1954年のワールドカップに参加しなかった。ちなみに、過去25年間では、ヨハン・クライフとミシェル・プラティニの名前を挙げている。ありがとうございます。